威力業務妨害の疑いで逮捕された木村隆二容疑者の身柄がある和歌山西警察署前です。警察は今日未明からおよそ8時間半にわたり容疑者の自宅を捜索しました。警察によりますと、兵庫県川西市にある木村容疑者の自宅の捜索は午前1時ごろから始まりました。警察によりますと、爆発物がある危険性があるとして周辺の住民を避難させた上で、まずは爆発物処理班がおよそ1時間半にわたって作業にあたり、爆発する恐れのあるものはないことが確認されたということです。その後も捜索は続き、午前9時半ごろ、複数の段ボールを持った捜査員が自宅から出てきました。捜査関係者によりますと、爆発した銀色の筒状のものは岸田総理の1メートルほど手前で落下し、木村容疑者が火をつけて投げ込んでいたとみられることが分かりました。この直後に木村容疑者を取り押さえた男性が JNN の取材に応じました。なんか投げたなって見てたら、まだ手元でなんか持ってやろうとしたんで取り押さえたという状況なんです。折りたたみ傘ぐらいの黒っぽいもんには見えない。全然抵抗なし。手のもんはなかなかすぐ離さんかったと思うわ。体自体には力はそんなに入ってなかったな。警察は押収物を分析するなどして犯行動機の解明を進めるものとみられます。